そろそろかな。音楽が止んだら会場の明かりが消える。辺りが闇に包まれたら式が始まる。母さん、元気かい？今年の米の出来はどうだろう？人手不足で大変だろうね。何これ？俺がいないんで刈り取りも思うようにいかないだろう。だけど母さん、嘆いてはいけないよ。俺は五穀の英霊となって永遠にお国のために生きているのだから。母さん、元気を出して強く生きてっておくれ。弟よ、兄さんの代わりに倍も働いて母さんを助けておくれ。まだチンらしいな。英霊が憑依してる。あの野郎。これじゃ国民は戦意喪失だ。申し訳ありません。我々は夢の機械を悪魔の覚醒器にしてしまった。嘘を流すってことですか？確かめようがない言葉が一瞬で世界に届く。マイクが運ぶのは国家の意志だ。信用のない言葉ほど惨めなものはない。自らの言葉に絶望し、それでも言葉を信じた。お前はお前だ。飲み込まれるな。劇場版アナウンサーたちの戦争。どうかお聞きください、国民の皆様。